この大型プラバチには家内の姉が利用している生ゴミリサイクルの土を私がここに放り込んで草などと混ぜてぼかしになるのを待っている土なのですが、生ゴミの中にあった種が発芽して、ウリ類は水さえ切れなければ、乾きすぎなければ結構成長するのですね。かぼちゃ、まあ大きくはないのが一鉢から何個か取れたり、ここにもメロンのようなものが1個、2個、これですね、これが3個目になるでしょうか。できてきていますね。マックワではなさそうですね。まあ家内の姉が食べるのは買ったりもらったりしたものなので F1 が多いですから、そこから出てくるものは品種を特定しがたいですけれども、まあよくできたのは食べてみて、美味しければ種を取っておいてまた破集してということをしていますが、その過程で固定化されるものがあれば、それはもし種みたいにしていってもいいのですがね。まあもちろんこれは何かを栽培して食べようっていうことではなく、ぼかしを作る過程のおまけみたいなもんですけれどもね。